どうも、僕です。今回は、チェンソーマンのアニメが、シーズン1終わったので、今回軽く感想を語っていきたいなと思います。ちなみに、ここに書いてあるポチタは、前回、動画で書いたポチタですので、気になった方は、ぜひ、時間の悪魔との戦いという動画を見てみてください。で、アニメ、チェンソーマンなんですけど、まあ、もともと僕漫画で見てて、で、すごい好きな作品で、で、個人的には、姫野先輩というキャラクターがいるんですけども、まあ、姫野先輩がすごい好きで、で、眼帯キャラがもうすごいいいなと思ってしまって、で、その後も実はチェンソーマン、眼帯キャラ出てくるんですけど、やっぱ眼帯の女の子ってすげえ可愛いなって思いましたね。まあ、それが一番の魅力でした。ありがとうございました。